女岳は沖縄県国頭郡を女村と金武町にまたがる標高363メートルの山。沖縄本島のほぼ中央部に位置する。沖縄の名山として知られ、琉球王国時代から文学の題材とされてきた。沖縄戦終結後に米軍基地として接収され、一般人の立ち入りは制限されている。沖縄本島のほぼ中央部に位置し、北の沖縄県国頭郡女村世良垣、南の道郡金町伊礼との境界をなす。標高は363メートルで、両町村の最高峰である。国頭山地に属するが、沖縄本島を横に走る断層により、南北両側が分断され、独立したような山容である。全体的に谷は少なく、起伏が緩やかであるが、山頂付近では、急な斜面となり、標高約150メートルから下部に海岸段丘が広がる。北海岸に面する段丘の端部に第4期更新予の琉球石灰岩からなる高さ約10メートルの海食崖が形成され、万座毛と呼ばれている。北麓に南北に伸びる断層があり、それに沿うように小さな河川が北へ流れ、また南麓側の金武町には小規模の谷底低地が見受けられる。一帯の地質は、中生代から古代3期にかけての砂岩、粘板岩で構成される、国頭層群である。植生は、イタジーや、琉球松、ススキを主体とする。イタジーは、南西麓と北麓の一部にのみ自生しているが、これらの多くは伐採後の萌芽によるもので、琉球松は、丘陵部に広く生育している。2009年から2012年にかけて、女村で行われた。植物調査で女岳は軍用地であったことから調査は不可能であったが、頂上部に沖縄本島の赤稜山地をなす与那覇岳や伊湯岳山頂部に多く分布している着生植物が自生していると思われる。爬虫類の女岳や森は沖縄本島から初めて記録されたのが女岳であるために名付けられた。沖縄本島の他に日本では奄美大島や石垣島、西表島にも見られ、台湾や東南アジア、太平洋、インド洋の島々にも分布している。両生類のイボイモリは、女村における最古の報告が女岳で、島村での生息は戦前から知られていた。女岳は、女村の中心集落である、女からの由来と思われ、また方言では、女滝という。中山伝心録には別名に、佐渡山と記され、東、女灌楮の南東風土記によれば、新しく女間切を創設し、総持頭に任命された佐渡山親方安次から誤って伝わったものとされる。古くから本部半島の勝岳と共に沖縄の名山として知られていた。首里からも遠望することができ、当地の文化人は山といえば最初に女岳を想起したほどで、琉球における文学のモチーフとなっている。小慶応時代に、冊封副使の徐保光と共に、琉球王国を訪れた、王文治は、崇宝庭園と記した横書きの扁額を残し、女岳の山々を称えている。西音の女楽と題した漢詩があり、また、琉球古典音楽の一曲、女節の歌詞や、組踊りの演目、姉妹敵討ちのセリフに女岳が取り入れられている。女出身の鍋という女性が残した流歌があり、女岳に阻まれた金に住む恋人を忍んだものと言われる。その歌を一歌に紹介する。女岳あがた里が生まれし守りも押しのけて小型のさな、大意、女岳の向こうが恋しい人の生まれたところ、山も押しのけて、向こうをこちらにしたいものだ。女鍋、流歌大成初秋1945年の沖縄戦では、沖縄本島南部からの住民を合わせて約2万人が女岳周辺の山中に避難したがアメリカ軍の捕虜となり、その多くは石川収容所へと送られた。女岳に約400人の第4遊撃隊が構えていたが、アメリカ軍の第6海兵師団の攻撃により73人が戦死、女岳は占領され、遊撃隊は6月2日に名護の久志岳に向けて撤退した。戦後、女岳周辺はアメリカ軍により接収され、1957年に設定されたキャンプ温泉の区域内にあり、一般人の立ち入りは制限されている。また、恩納区一帯は、キャンプ温泉の中でも、反戦着弾区域に指定され、実弾を用いて射撃訓練が行われており、山林火災が頻繁に発生していた。登録全域は、沖縄県道104号線を封鎖して、射撃演習が行われていたが、1997年3月に事実上終了した。2020年3月、アメリカ軍は、キャンプ温泉内で行った調査で、沖縄戦当時の遺構が恩納岳で発見された。頂上付近に防空壕、装備品を設置したとされる兵站地などが発見され、第2森壕隊や他の日本軍の陣地跡とみられる。登録の金町川の海域から望む沖縄本島、中央部の山々。画像中央のやや右の高い山が恩納岳。南側のうるま市、石川高原展望台から、北東方向に撮影。中央に石川岳、その奥に恩納岳山頂部が見える。ありがとうございます。